大本営発表。昭和19年10月27日16時30分10月24日より同26日にわたる滋賀艦隊の首都東方海面の戦闘における戦果並びに被害次のごとし総合戦果撃沈航空母艦8隻巡洋艦3隻駆逐艦2隻輸送船4隻以上撃破航空母艦7隻戦艦1隻巡洋艦2隻撃墜約500機に我が方の損害艦艇航空母艦1隻巡洋艦2隻駆逐艦2隻沈没航空母艦1隻中破飛行機一艦126機右のほか昨26日発表のごとくレイテ湾において戦艦1隻沈没1隻中破の損害あり中本戦闘をフィリピン沖海戦と呼称